千秋楽にあたり謹んでご挨拶を申し上げます。本日ここに千秋楽を迎えることができましたことは誠にありがたく、ひとえに皆様の温かいご支援ご声援の賜物と厚く御礼を申し上げます。横綱大関の休場は大変遺憾ではございますが、各力士は日頃の稽古の成果を存分に発揮し土俵を務めてくれたことと存じます。今後も日本古来よりの伝統文化である大相撲の継承発展土俵の充実に努力してまいります。何卒なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げご挨拶をいたします。財団法人日本相撲協会理事長八角信義。